はい、ルルカです。今回はね、楽天モバイルアニミット、なんとね、サポートセンターに電話対応してもらうための流れ、こちらの方がね変更になったようですので、そちらに関してねお話していこうかなと思います。まあ、結構前からね変わっていて知ってるって方もいると思うんですけど、ルルカに関しては久々にねサポートセンターを使ったら一向に電話の方が繋がりませんでしたので、まあ、それに関してねお話していこうかなと思います。はい、どういうことかというと、まずこちらご覧ください。はい、こちらね、誰でも実質0円お試しキャンペーンということで、昨日ね動画の方で紹介させてもらったんですけれど、結構ねインパクトのあるキャンペーンということで反響をいただきました。そしてまあ、ルルカもわからないような質問も結構されました。もちろんね、ルルカに関してはね公式サポーターとかでもないので、わからないものはわからないですよね。まあ、なんですけど、せっかく質問もいただきましたので、まあ、それだったらね、まあ、ルルカの方でサポートセンターに問い合わせしようと思ったんですけれど、この前にサポートセンター利用したっていうのが、まあ、楽天モバイル人狼ゲーム、まあ、ルルカのチャンネルね以前から見てくれてる人だったら知ってると思うんだけど、その関係の時に、まあ、ポイント還元のものでサポートセンターに何回か電話させてもらったんだけど、ここ最近全然使ってませんでした。なのでまあ久々のねサポートセンターの問い合わせ使うなと思いながら、前と同じようにね、まあ、楽天モバイルの問い合わせに進んでもらって、はい、そしてねお問い合わせの方に飛んで、まあ、下の方に行くとね、お問い合わせ内のご確認というものがありましたので、まあ、今回ね、まあ、ルルカに関しては楽天モバイルアニミットご利用中ってことなんで、ご利用中、まあ、そしてねお問い合わせの項目、まあ、キャンペーンですよね。で、キャンペーン適用条件とかなどがあるんですけれど、まあ、今回の件はなかったので、さらに下の方に行きます。そしてね、下の方に行くと、解決しない場合はお問い合わせくださいっていうのがありますので、まあ、チャットっていうのもあるんですけど、こちらね、全然返ってきません。まあ、ここ最近ね、このチャットも問題になってると思うんですけど、全然返ってこなくて、一応、今回に関してもチャットの方もさせてもらったんですけれど、現状、もうどんくらいかな、4時間以上経っていますが、お返事のは返ってきていません。ということで、まあ、電話の方でね、問い合わせするのが早いのかなと思って、記載がされている番号、こちらですね。はい。こちらのね 050-5434-4653、 こちらのにね電話のをかけさせてもらいました。こちらね、楽天リンクからの発信だと通話料無料なんですけど、まあルルカに関してはね、ドコモのかけ方もうそもそも契約していますので、まあ、それでかけてもね通話料無料なので、まあルルカに関してはドコモのかけ方からかけました。で、かけた時間が14時くらいかなにかけさせてもらったので、まあそんなに混んでいる時間帯ではないと思うんですけど、そのぐらいのね時間帯に電話のをかけさせてもらいました。残念ながらこの時点ではね、サポートセンターと電話をつなげることができませんでした。ここからがね、今までの流れと違う点になっているんですけど、まずね、ルルカ、今回に関してもボイスメモを取っていますので、こちらをね、聞いてください。はい、それではね、流します。ということで、まあ、突然ね、ショートメッセージの送ってきて、連絡の方が終了してしまいました。今までであれば、その後ね、まあ、混んでいる場合に関しては、待てばね、連絡の方がついた形になるんですけど、なぜか、まあ、いつから変わったのかわからないんですけれど、サポートセンターの方にね、電話の方をかけさせてもらうと、こんな感じで終了されてしまうっていう仕様になっていたようです。そのね、届いたショートメッセージっていうのがどういうものかというと、はい、こちらになっています。楽天モバイル、現在お電話がつながりにくくなっておりますため、お客様にはご不便をおかけします。お待たせせずに解決できるよくあるご質問と回答をご確認ください。各種キャンペーンの適用条件、ポイントに関するよくあるお問い合わせはこちらです。また、マイ楽天モバイルはデータ利用状況の確認や、ご登録内容の確認、変更購入した製品の配送状況の確認など、様々な機能を利用でき、お困りごとメッセージで相談もできます。ぜひご活用くださいということで、まさかの電話でのね、サポートを希望したんですけど、ショートメッセージ送ってきて、まあ、一方的にね、切ってくださいっていう感じで、まあ、この時点で終わってしまいました。まあ、ルルカに関しても、混んでる場合に関しては待つこともできなくなったんだと思って、どうなってんのこれっていう感じで、まあ、Twitter だったりとかね、YouTube の投稿機能を使って、まあ、これに関してつぶやかせていただきました。おかしくないみたいな感じで。そうしたところ、まあ、ルルカに関しては久々にサポートセンター利用したんで、どうなってんだよって感じだったんだけど、もうすでにね、こちらを利用したことがある方から、この次に進む方法があることを教えていただきました。サポートセンターの方に電話対応してもらうためには、ここで終了じゃなかったです。この先をくぐって、初めてサポートセンターの方と電話ができるっていう仕組みになっているようで、なんとこの届いたショートメッセージですね。こちらのリンク、飛んでもらいます。そうすると、キャンペーンに関するご質問などが一覧が出てくるんですけれど、まあ、これが出てきてる時点で、まあ、よくある質問なんだってところで、大体の方は切ってしまうと思います。どうせね、こんなところに自分が聞きたい内容ないよっていうことで、まあ、このまま諦めてしまって、まあ、次いつ電話つながるんだろうみたいな、まあ、もしくはチャットでの対応っていうのに切り替える方も多くいるんじゃないかなと思うんですけれど、実はこの先ですね。はい。まあ、下行ってもらうと、まあ、かなり下ですね。
はい。なんと、電話でのお問い合わせ。これ見てもらえばわかるんですけれど、左側っていうのが、まあ、通常でね、行くことができる場所にある電話番号。そして、こちらね、右側っていうのが、今回ね、このショートメッセージを送ってもらった後にね、使うことができる番号なんですけれど、違う番号が記載されています。そして、こちらの番号の方に電話をかけたところ、大体ね、10分くらい待ったら連絡の方がつきました。そしてね、まあ、サポートセンターの方に、まあ、今回聞きたい内容ですね。先ほどの誰でもタダで使える、まあ、モバイル Wi-Fi の件に関して、まあ、いろいろ質問をさせてもらって、まあ、回答ね、いただけて、まあ、結果的に済んだわけなんですけれど、いや、まさかの、この、通常のね、もともと出ているものに電話をかけてもこんな対応をしていて、まあ、しかも一方的にショートメッセージを送って終了。まあ、さらにね、2時間以内にショートメッセージが来なかったら、再度電話くださいっていうね、普通に考えてその流れであれば、このままね、待っていれば2時間以内に楽天モバイルさんから電話があって、それが来なかった場合には電話かけてくれならわかるんですけど、ショートメッセージ送って届かなかったら2時間後にまたかけてねっていう、意味のわからないガイダンスだったので、まあ、ルルカに関してももうこれダメだと思っていたわけなんですけれど、まあ、ちゃんとね、その後そのガイダンスを見た方、その続きまで行った方、に関してはこういうふうに電話のサポートをしているということで、まあ多分ね、まあルルカ同様に電話をかけて、まあこのようにかけて、よし、じゃあそのサポートセンターに聞こうと思った際にショートメッセージを送ります。まあ2時間以内に来なかったらね、もう一回かけてねって言われたら、多分多くの方は、なんだそれっていうことで諦めて多分チャットとかに移行してしまって、まあ電話をかけないで終わってしまってる方もいると思うんですけれど、まあこんな感じでね、まあいつから変わったかはちょっとわからないんですけれど、楽天モバイルサポートセンターに関しては、直接公式サイトに出ている電話番号に電話かけても繋がらない場合も多くあると思います。まあルルカに関しても本日ね、14時台に電話かけたので、あまり混んでいない時間帯じゃないかなと思うんですけど、その時に関しても即ね、ショートメッセージ対応で終了してしまったので、多くの方はその流れになると思います。ここでね、まあショートメッセージが来てしまったので、楽天モバイルのサポート、電話で受けれないんだなって思わずに、まあ、その届いたねショートメッセージの内容を見ていただいて、まあ、その一番下まで最後の方まで見てもらうと本当の電話番号が出てきますので、まあ、そちらの方からわからないことに関して質問してみてください。これはね知ってる人は知ってるみたいなんですけど、まあ、ルルカのようにあまりにそんな問い合わせを使わない方に関してはたまにかけるとやっぱその仕様がわからないので困ってしまうと思うんですけど、そんな方向けにね、まあ、今回はルルカもハマってしまった楽天モバイルのねサポートセンターの受け方に関して紹介のさせていただきました。いかがだったでしょうか、この流れ。ちょっと違うんじゃないかなっていうか、まあ、楽天モバイルに関しては多分ヘビーなクレーマーだったりとか、もうやばい人たちがいっぱいいるので、サポートセンターもそうせざるを得ないっていう状態になってるとは思うんですけれど、まあ、できたらね、元々の普通に繋がるですかね。電話をかけて、まあ、最悪でもね、待てば繋がる。まあ、そんな状況にしてほしいかなと思うサポートセンターの変更がありましたので、紹介のさせていただきました。やはりね、普通に利用していてわかんない方っていうのもね、結構いたりするので、そういう方ってやっぱり電話での対応を望んでいると思いますので、クレーマーのためにこういう仕様にするではなくて、まあ、それこそね、もうぶっちゃけたなしクレーマーとかに対してはもう一定以上はね、まあ、お客様神様っていう人もいるかもしれないんですけど、まあ、神様とはいえっていうことで対応してね、普通に聞きたいことがある方っていうのを優先するみたいなね、そんな仕組みをね本気で作ってほしいかなと思います。はい、そんな感じでね、今回この辺で終わろうと思います。よろしければチャンネル登録、いいね、コメントお願いいたします。今回も動画の最後までご覧いただきありがとうございました。